ベイチャンネル、ベイちゃんのおもちゃ部屋。仮面ライダー50周年。どうも、ベイちゃんです。今回紹介するのはこちら。デラックスデモンズドライバーです。こちらは、ひろみさんこと門田ひろみが変身する仮面ライダーデモンズの専用ベルトになっております。最新話ではひろみさんがちょっとね、一時離脱と思ってるんですけど、一時離脱して、敵であったオルテカが、このベルトを手に入れて仮面ライダーデモンズに変身をしておりました。ではね、早速箱の方から見ていきましょう。こちら、艶消し加工になってまして、箱が高級感出ててかっこいいです、はい。でこちらに写ってるのが変身した姿、仮面ライダーデモンズの顔ですね。でこれがベルト本体にの写真になっております、はい。で、上にこちらですね、バイスタンプの写真が載っております、はい。デモンズドライバーと書いてありますね。雲のバイスタンプで変身をします、はい。で後ろ側にはこのようにデモンズドライバーの目が写っています、はい。設定上デモンズドライバーの中に、悪魔が幽閉されているという設定がありまして、喋、るんですよね、このベルトが。でベルトの声を担当しているのが津田健さんなんですよね。なのでだいぶいいお声で喋ってくれております、はい。では中身の方を確認しましょう、はい。中身の方を取り出すとこんな感じで、デモンズドライバー本体とスパイダーバイスタンプ1つとベルト帯一式とバイスタンプホルダーが2つ入っております。SNS なんかで結構、ね、もう話題になってたんですけども、このディスプレイですね、液晶になってるんですけど、こちらの方に、今回はね保護シートがない状態で、発売されたんですけれども、その保護シートがないせいなのかは、ちょっとわからないんですけど、結構ね傷があるっていう風に、SNS で言われてて、自分も中身の方を確認したらやっぱり細かい傷、そこまでひどくなかったんですけど、細かい傷がやっぱりちょっとあって、で他の方々SNS で見ていると、保護シートをご自身で、購入してきて貼るっていう方が結構いるようだったので、自分もダイソーさんに行って保護シートを買ってきました。それがこちらですね、はい。このような、液晶に貼る保護シート買ってきて、自分でこのサイズに合わせて切って貼りました。で今これ貼ってある状態なんですけど、で保護シート貼ってみたら結構傷自体ね目立たなくなりました、はい。でこれで新しい傷を防げるっていうのもあるので、貼っといてよかったかなと、はい。なのでまだ貼ってない方がもしねいたら、ぜひ貼ってみてください。その際は自己責任でお願いいたしますと一応ね言っておきますが、はい。自分はね貼って満足して、安心して遊べるかなと思っております、はい。では、起動音の方から、聞いていきたいと思います。起動音聞いただけでかっこいいですね、はい。では次、変身の方をしていきたいと思います。スパイダー
はい、今ので、仮面ライダーデモンズへの変身が完了いたします。めっちゃかっこいいっすね。LED が超綺麗で滑らかに動いてて、すごい想像してた以上にすごいかっこいい仕上がりになっているなって思います。はい、カメラ越しより生で見てるとより綺麗でアニメーションっていうんですか、 LED の動きが滑らかで、すごい綺麗。すいません、語彙力がないもんで綺麗とかすごいしか言えないんですけど、すごいです。はい、本当に買って、まあ、高かったんですけど買ってよかったなって思います。はい、じゃあ次必殺技の方をやっていきたいと思います。今ので必殺技が終了いたします。こちらもかっこいい音声になっておりました。でアニメーションもね、また、違うアニメーションが出てかっこいい感じでしたね。ちゃんと矢印のような動きがこうアニメーションで出ていて、次の動きっていうんですか、ここを次押し込むんだよみたいな感じで、多分お子様にも見て分かりやすいようなデザインになってるのかなって勝手ながら思いました。はい、で、こちらのベルトは他のバイスタンとも連動をしておりまして、まあ、設定上ですね、他のスタンプもの力を使うっていうのが劇中にもあって、一応デモンズが劇中で使って我が家にあるスタンプっていうのがこちらのバッタバイスタンプとコンドルバイスタンプですね。こちらの方を次、音声の方確認していきたいなと思います。で一応ゲノミクスという、音声とともにまた別の音声とアニメーションがあるので、やっていきたいと思います。今のがゲノミクスという遊び方になります。劇中ではバッタを使うと足がバッタのような足になり、コンドルを使うと背中から羽が生え、戦いにそれぞれ使っていったっていう感じになりますね。はい、で他にも、モグラだったりサソリのスタンプを劇中では使っているんですが、まあ、そちらの方は、また別でね、バイスタンプセットっていう感じで発売の方はしていて、まあ、それがまだね届かない状況なので、そちらの方はまだできないんですけれども、まあ、届いたらまたそれでもねやっていきたいなと思います。はい、でまあ LED もねやっぱり、それぞれに応じた光り方をしていて、矢印表示でね上に押すんだよっていう感じに見えるものだったり、バッタとコンドルもね、それぞれ専用の、アニメーションが出て、他の今まで発売しているバイスタンプそれぞれのね、アニメーションがあるということなので、まあ、そちらの方もね、やっていって
遊んでいきたいなとは思っております。はい、で次は必殺技を超える超必殺技があるそうなので、そちらの方をやってみたいと思います。今のが超必殺技の音声になります。スパイダーのゲノミクスからの一連の流れで、超必殺をやってみました。こちらもね、専用の液晶表示があったりとかっこいい演出になっておりました。デモンズドライバーの目が出るのがなかなかかっこいいなと思いました。で、こちらの超必殺なんですけど、ゲノミクスで、4つまでスタンプの力を記憶できるということで、4つ記憶した状態でやると連続して、それぞれのスタンプのアニメーションが出るということで、そちらを最後にやっていきたいと思います。4つのスタンプの力を使った超必殺をやってみました。4つということで、一応バッタとコンドルは先ほどゲノミクスしたんですけども、せっかくなので、一機と大樹の使うレックスとバットのスタンプを使って4つやってみましたね。4つ使ってやる必殺技もね、すごいかっこいい感じでしたね。アニメーションがね、やっぱりすごい動いてくれるので、ベルトの液晶を見ているだけでも結構見応えのある必殺技遊びになってるんじゃないのかなと思います。10種ねスタンプ持って、まあ、10種以上一応ある持ってはいるんですけども、試したいところではあるんですけど、そうするとねだいぶ時間もかかってしまうので、今回はこの辺で、終わりにしたいかなと思います。で、これから届くであろうスタンプ、サソリとかモグラとかですね、とかのも、やってみたいなと思いますので、早く届いてくれることを祈っております。まあ祈んなくても届くんですけど、その時が来れば、手に入るので、その時にまた、やってみたいと思います。はい、いかがだったでしょうか、デモンズドライバー。非常にかっこいいベルトで、買って大満足でございます。はい、まあ液晶にねちょっと傷があったり、箱、梱包の段ボールがもうすでに届いた時にテープが切れてて開いてる状態で届いたんですけども、で開けてみたら箱の角がねちょこっと潰れてたりとか、まあそういったところもあったんですが、まあまあまあ許容範囲かなと。まあ人が作ってるものをやってることなので、まあ多少はねそういうことはしょうがないかなと思っておりますので、まあ、全然商品自体はね問題なく動いてくれて、かっこいい音声も聞けて、非常に楽しく遊べているので、大満足でございます。まあ、2次受注までは、していて、まあ、その2次の人たちは来月かな、届くのがとは思うんですけど、まあ、楽しみに待っていただいて、1次で届いた人は、いっぱい遊んで楽しんでもらえればと思います。自分もね息子と娘がまだちょっとちっちゃいんで、ちょっと液晶とか怖いんですけど、と一緒にまあ遊んでいきたいなと思っておりますので、
はい、皆さんも楽しんでみてください。持ってない方は、動画を見て楽しんでいただくか、中古屋さん等で見かけた際に、買ってみてはいかがでしょうか。といったところで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録していただけると嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。それではさようなら。